まあ、あの世界大会に行ったメンバーではないんですけども、次あのアンダー18代表として、アンダー20の世界大会を目指すチームのアジア予選がありますので、そういったところにこの17で世界に出た選手プラス、まあ、それ以外にもいい選手がかなりたくさんいると思いますので、次は あのカテゴリーの代表につながるというところも、重要なことじゃないかなと思います。で、僕自身も18の今代表のコーチをしているので、その中で、この大会でやっぱ活躍した選手というのはどんどん引き上げて、吉田監督の方にも推薦していきたいなと思っています。あ、今日結構良かったですね。もうしっかりボール回せて、みんな前半からも落ち着いてしっかり集中しててしっかり攻撃できましたね。特にあのフォーメーションを 4-2-3-1 に変えて、よくあのトップ下の中川をよく使ってしっかりボール回せたので良かったと思います。はい、全然持ってました。もう相手もでかいあの3番の選手がいましたけど、まあ、あいつには絶対負けない自信があったので、1個も前半チャンスありましたけど若干入れなかったですね。俺も、まあ、アンダー17ワールドカップで行けたら、まあ、アピールしたかったですけど、残念なくそれはなかったので、でもこれからも多分そういう大会がありますので、しっかりアピールしていこうと思います。今日は一人一人のポジションを修正して改善して、まず裏を狙おうっていうことを意識してやったら結構いい感じに回りました。やっぱりみんなが活躍してるのは嬉しいんですけど、やっぱ自分が出てないっていう悔しさも半分の中で見てました。まあ、ブラジルのことについて言ってたんですけど、やっぱ一人一人ボール持った時にやっぱうまさを発揮するって言ってました。日本人とはそういうところが違ったり、スピード感も全然違うって言ってました。まあ、プロサッカー選手になるっていうことを前提に、やっぱ目の前の大会を 100% で戦っていい結果に持っていけたらいいです。1点目は別に相手のディフェンスが足が遅いって分かってたんで、もう一人でいけると思いました。2点目は、まあ、いいボールが来たんで決めるだけでした。すごくフォワードの動きとか刺激を受けました。松本雅也とか動き出しとか結構早くて、自分もああいうプレーできるようになりたいなと思いました。選手権で活躍してプロになれるようにしたいです。やっぱり気温ジャパンがワールドカップで今日僕が点決めたようなフリーキックやってたんで、それをやって点決めたいなと思ってたんで、それできてよかったです。すごいボールとかよく回ってたし、まあ、僕も行ったらよかったなっていう思いで見てました。とりあえずクラブユースが始まるんで、そこでいい結果出して、まあ、U18 の代表にも山橋さんにしっかりアピールして入りたいと思います。